今運転席にいます。今から出かけるよ。ピノタン。え、運転してく？ダメよ。あ、あともう少しで桃来るから行こうか。これ何でしょう？何でしょう？ケチョケチョ。何でしょう？いい匂いやね。これフランスパンって言うんだよ。フランスパン。ママ買ってきたけどさ。置いてちゃったね。これまだ食べないよ。ピノ君も食べたい？パンって食べていいのかな？ダメか。ダメ。あ、こ、あー、でっかいパンある、これ。でっかいよ、これ。なんか手のひらよりか大きい。直径。興味津々やね。いつもドッグフードしか食べてないからね。ね、お腹ギュルギュルやからドッグフードしか食べてないからね。パン初めて？でも食べれないよ。でもあったかいの、このパン。ダメよ、ダメダメ。 お手したら開けるかもしれない。お手する？しない。気になるね。ほーらほーらほーらー これなんやの？なんでしょう？なんかいろんなやつ買ってきたね。ね、キノコ食べれないやつもあるかもしれない。玉ねぎとかさ。ね。一緒に食べる？食べちゃう？よだれ。よだれちょっとついてるよ。キノコのよだれの匂いよ、これ。眩しくない？絶対太陽の方向くんだって。太陽の方向く。まあまあ、でも家に戻る時は太陽のところにね、ベッド移動させる。太陽大好き。車もう慣れたんで。あ、もう寝てまったわ。寝たか。早っ。一生にしたかと思ったら寝た。ブチャイクやな。 あれ、うちの子ってこんなにブチャイクやったっけ？ブチャイクがいいや。まだまだかかるから寝たっていいよ。ここまで来たら寝とる。山の方はなんか、ね、雨雲が出てて、雪が。車あったかいね。あったかい、あったかい。太陽当たりだしたら眠たいね。ずっとそっち向いとるやん。今もない。カメラ方向、カメラ目線。目線なのか、これは目線というのか。ドライブ犬じゃないや。今はドライブ犬じゃないか、これ。気持ちいいんだって。日向ぼっこできた。今のうちに休んどいて、多分今日ね、いっぱい遊ばなあかんね。強制的に遊ばされる。強制的にね、追いかけ回されるかもしれない。朝ごはん食べてます。ごめん、みーちゃんはもうお家で食べてきたでしょ。ね、お腹壊した。え、暑い。
歯入ってるね。これ見てあげようか。見てあげてください。興奮しすぎて歯入ってる。なんか餌くれると思ってるよ、これ。餌もあげてもいいけど。